ルクがとても大好きですので、このお皿を見ますと、すぐにミルクをちょうだいといった感じで寄ってまいります。谷川は今月の11日で生後1年と3ヶ月を過ぎております。現在体重は35キロを超えております。向かって右側におりますお兄さんの体重で約35キロ、左側におります妹の洋品で少し大きく37キロにまで成長しているんです。ですがまだまだミルクを主に飲んで成長しております。1日に3回一緒に約500ミリリットル前後のミルクを飲んでおります。1日で 1.5 リットルのミルクたっぷりと飲みまして成長しているんです。最近ではこのような硬い竹も食べれるようになってきております。海浜と洋浜、犬歯以外は大人の歯、永久歯が生え育っておりまして、硬いものも少しずつ食べる量が増えてきているんです。大好きなリンゴ、海浜と洋浜にも与えております。大人のパンダにも、おやつとして、酒の他にリンゴと人参、動物用のビスケットを与えているんですが、その中でもこちらのリンゴが海浜と洋浜とても大好きなんです。ミルクの後にはリンゴを食べる姿もご覧いただけますので、どうぞ楽しみにしていてください。先月の11日から海浜と洋浜はお母さんパンダ、ラオフィンと離れて暮らしております。リンゴもこんなに大きくなりましたので、大人への第一歩ということで、お母さんから離れて二人暮らしを始めているんです。最初は寂しそうにしていたリンゴなんですが、今では元気いっぱいリンゴを仲良く遊んで楽しく暮らしているようです。わからんねん、これとても得意なんですが、見分けるポイントがございます。お兄さんの最近、足の裏かかとには白い毛がいなく、真っ黒な足の裏をしているんですが、妹の洋品の足の裏かかとのあたりには両足に